ベントは、ドイツの自動車メーカーホルクスワーゲンが、北米、欧州、日本などで販売していた4度ダン。名称の由来は、ポルトガル語で、ポルトガルからイタリアに吹く、風のことである。ゴルフ3をベースにしている。2代目、ジェッタの後継者であり、北米では、先代から引き続いて、ジェッタの愛称が採用された。3代目、ジェッタの記事も参照。 1992年にゴルフ3をベースとしたセダンとして発表され、ゴルフと同じ C セグメントか、あるいはアッパー C セグメントに位置付けられている。ゴルフ3をベースとしていて、ホイールベースはゴルフのものと同一だが、全長はゴルフ3よりも 350mm 長い。それまでのジェッタ同様、保守派層やアメリカ市場をターゲットにしたモデルであり、当初は、 ゴルフとパサートの間を埋めるものとして位置づけられていたが徐々にゴルフとの差がなくなり日本ではモデル末期ゴルフとの価格差が逆転していたまたこのモデルは途中でフェイスリフトを2回受けておりフロントグリルの形状には3通りが存在しているフロントデザインはゴルフ3が異形ライトを採用しそれまでのゴルフと大きく雰囲気を変えたのに対し ベントのヘッドライトは角型ライトとされ、それまでのジェッタのイメージを引き継いだコンサバティブなものとなっている。また、バンパー下部のフロントエアダムは左右分割型のゴルフに対し一体型と改められた。ただしヘッドライトフロントグリルとフロントエアダムを除いたベントのエクステリアは C ピラーより前のスタイリングについてはゴルフ3のそれと全く同一であり、フロントのパーツを ゴルフ3のパーツに交換することで、ゴルフフェースにカスタマイズされたベントも存在している。フロントバンパーの中ほどには、左右にそれぞれウィンカーとリフレクター2枚ずつが埋め込まれており、このうちリフレクターの1枚はオプションで、フォグランプに交換できた。C ピラーより、後ろのリアデザインは先に登場していた3代目、パサートの流れを組むものを採用。 ただしパサートのような6ライトウィンドウは採用されず、極めて太い三角形の C ピラーはデザイン上のアクセントになった。仙台同様にハイデッキとなっているトランクは空力特性に貢献し CD 値0.32を達成、さらにトランク容量にも貢献した。インテリアは基本的にはゴルフ3の内装とほとんど同一であり、これも三代目パサートからの流れの延長上にある。 ただしエアコンの吹き出し口やステアリングのデザイン、サイドブレーキのノブの仕上げ、センターコンソールへの小物入れ追加や後部座席へのアームレスト装備、後部座席3点シートベルトのアジャスター搭載などで、ベース車のゴルフ3との差別化が図られていた。後にエアコン吹き出し口やステアリングは、ゴルフと同一のものに変更された。ゴルフ3同様、 フロントにエンジンを横置きし前輪を駆動する。ガソリン仕様のエンジンは1.6リットルから2.0リットルまでの、サイチェシー8バルブ直列4気筒と2.8リットル、サイチェシー12バルブの強角、V 型6気筒エンジンラインアップされ、このうち日本には1.8リットルと2.0リットル、それに2.8リットルのガソリンエンジン仕様が導入された。 本国では他に1.9リットルサイチェシー8バルブ直列4気筒ディーゼルエンジンがラインアップされ、このエンジンは最終的には直噴ターボ仕様となっている。トランスミッションは5速 MT と4速 AT が用意され、日本には AT 仕様のみが導入された。サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、リアはトーションビーム付けトレーリングアームが採用された。 初期モデルのフロントサスペンションは、マクファーソンストラット・ロアウィッシュボーン式となっている。ベントの最大の特徴となっているのが、550リットルの大容量を誇るトランクルームである。これは2代目、ジェッタの575リットルには及ばないものの、後から登場したゴルフアゴンや、当時のパサートセダンのトランクの標準時の容量さえも、上回り、2クラス上のトランク容量とされた。 またベントは、ゴルフスリーと同じ居住スペースを持ち、後部座席は、前席よりも5センチメートル高く設定され、見晴らしを良くしてある。かつて三菱、ギャランに設定されていた、グレード、ビエントと同じ由来である。1995年フォルクスワーゲンアウディジャパンのカタログ。資料によっては500リットルとされている。ありがとうございます。